築50年以上になるそうです。素晴らしい。どうぞ。お邪魔します。へえ、中入ると広いですね。あ、そうですね。ね、あと、中にこうやって入って生活を感じられるのすごくなんか写真見感が感じて。海と共に生活する稲ならではのものがあります。その海は何を取るの？これがね、モンドリーの人ね。はい。これの人、腹を入れてるんですが。稲の人々は昔から目の前の海で食べる分の魚を取っていたのです。この場所に歩かせてます。乗せて、はい、で、なきなきして、